鬼殺隊に入った半沢直樹です。やられたらやり返す銀行員の呼吸1の方、倍返しだ。もっともっと頑張ります。大和田明に勝つために。ダメ沢直樹改めかまどダメ次郎と申します。はい、ということでございまして、鬼滅の刃の刀鍛冶の里編、テレビ編の刀鍛冶の里編の情報がついに解禁されて、アベマの20時、3月1日の20時からの配信でやってたんですけれども、いよいよ4月7日の日曜日のフジテレビの夜の11時、夜の11時15分から毎週日曜日の放送という情報が解禁されて、さらにキービジュアルも出まして、すごい面白い番組だったんですけども、僕、鬼滅の刃のファンこんだけ幸せかっていうぐらい、僕そのアベマの番組見てて幸せでしたね。仕事終わってこう見るじゃないですか、見逃し配信みたいなやつで。で、僕的には一番驚いた情報、実はその放送日とかよりも、鬼滅の刃のオーケストラコンサート、鬼滅の奏っていうのがパシフィコ横浜で同日やるんですけども、3月の12でね。で、その3月の12日、日曜日の最後の回が実はオンライン配信でチケット買えば見れるんですよ。もうこれ実はずっと行きたかったんですよね。こんだけ映画見てるから、せっかくだからみたいなのもあって、ワールドツアーの締めくくりとしてだけど仕事が当然あるから行けないじゃないですか。そうなってきた時にこのオンライン配信むちゃくちゃありがたいですよ。これで全国全世界の人行けるわけじゃないですか。最後の日曜日の最後の17時の回が終わった後、アーカイブで1週間見れるんですよ。まあ、当然チケット買わなきゃいけないんですけれども、ということで私早速買ってしまいました。そんな感じで、もう鬼滅の刃どっぷり、こんだけ一つの作品に僕どっぷり使ったこと多分人生でないかもしれないです。僕あんまりお金ないから使わなかったんですよ。今まで使えなかったんです。今もお金あるわけではないんだけども、今はこの YouTube の配信も含めてちょっといろいろやろうということで、僕先月調べてみたら16回映画見てました。鬼滅の刃5回見て、だから4万円近く使っていたんですけれども、まさにこの借りはきっちり取り立てるからな。この借りは必ず返す。倍返しだということでございまして、はい、ということでございまして、この借りは返したいんですけれども、そんな感じでやらせていただいております。そこで、その番組びっくり、もういっぱいびっくりする情報があって、まずそのね、放送日とオンラインで見れるっていうのは僕個人のちょっとびっくりだったんですけれども、あと他にも、かまど炭治郎、花江夏樹さんが、12日の舞台挨拶、上弦集結っつって、上弦のに全員と、鬼舞辻無惨が舞台に登壇したじゃないですか、関俊彦さん。僕それ見に行ってたんですけども、ライブビューイングで。その時に会場に花江夏樹さんいたんですってね。それ言うて、しかもその花江夏樹がいたことに宮野真守が多分気づいてたっぽくて、ちょっとずっと手振ったりずっと見たりしてたんですって。宮野真守はやっぱ鬼ですから気づくんですね。やっぱ上限の2ですからね、やっぱ気づくんでしょうね。だから関俊彦さんが炭治郎頑張れよ炭治郎チームって言った時にいたんですね、そこに。それがもう超面白かったっていうか、すげえなって思って、それぐらいで、あれね、舞台挨拶ってホームページに全部日程書いてあるんですよ。ロサンゼルスとかパリとかドイツとか書いてあるんですけども、その鬼滅の上限のに集結だけは書いてなかったから、多分急遽決まったものだったと思うんですよ。だからこそ花江夏樹さんもすげえと思って見たんだんですね。大御所の先輩とかがもうみんな登壇するから見たんですよ。とこれね、アベマで1週間見れるから、ぜひこの番組見てほしいんですけれども、鬼滅の刃のその舞台挨拶の海外の中継のやつが出てて、これ僕もニュースとかで見てたんですけれども、ザックっつってアメリカの英語の吹き替えの俳優ザックさんっていうんですけども、鬼滅の刃の鎌田炭治郎役の、そこで花江夏樹さんと2人の共演の「負けるな、燃やせ燃やせ燃やせ心を燃やせ火の神神楽烈日公共」バーってもう会場がめちゃめちゃ湧いて、それで英語のザックが言うんですよね。英語のその今のセリフですよ。Junk down in your feet burn. Feet burn なんて心を燃やせね。In your feet burn. バーン。バーン。燃やせがバーンなんですよ。バーン。バーンナックルのバーンね。バーン。バーン。バーン。Set your heart ablaze! この heart ablaze で心を燃やせって書いてある。まあ、set your heart ablaze。heart ablaze で心を興奮させる。ablaze って興奮させるって意味らしいんですけども。heart ablaze。burn set your heart ablaze! 火の神神楽 raising sun! raising sun なんですね。烈日公共がね。まあそんな感じでむちゃくちゃ盛り上がってて、そのザックさんは花江夏樹さんの声がすごいっつって、この声を演じられるだけで嬉しい、凄まじい演技力だってずっと言ってたんですけれども、で、ドイツ映画館のロビーがすごい和風のなんかロビーに設置してあって、キャラクターへの愛情が素晴らしいです。その作品への愛情が素晴らしいですって、そのね、高橋優馬さんすごい出てるんですけど、高橋優馬さんもおっしゃっていて、で、観客面白い、お客さんが、小西克幸さん出てて、宇髄天元の声優さんの、天元って、天元コール起きてた。これ面白い。アメリカのね、やつとかやっぱこうやってコスプレしてる人多かったですよね。日本のやつは、だから、日本がだからね、外であんまコスプレしちゃいけないって暗黙のルールがコスプレイヤーの中にあるから、基本的にコスプレイヤーは特にコスプレしないんですよ。だからその辺はちょっとまあ日本の文化で今いいか悪いかとかちょっといろいろ置いときまして、歴史を経て できてる文化ですからね、いろいろ置いときますけれどもね、この辺にはちょっといろいろ僕もありますけど言いたいことまあちょっと置いときまして、そんな感じでこうなってるわけじゃないですか。でこのように私も炭治郎の格好を買うぐらいちょっと、もうなんか本当にドハマりしてしまって、こうやって撮影するのも含めてちょっと買ってるのも当然あるんですけど、本当に僕マジで僕この宇髄天元のキーホルダーなんかこれ800円もするんですけども、こんなの絶対僕普通買わないです、お金ないから。ね。だけどなんかもうどうしても天元になりたいというか、もう勝ちに行きたかって買ったんですけれども。で、もう一個もう本当にびっくりしたのは、そのね、放送日はまあまあ4月だって分かってたからびっくりもね、まあそんなにびっくりしないんですけども、花江夏樹さんが舞台にいたことと、もう一個これこそ一番びっくりしたんじゃないかなっていうのが、遊郭編の特別編集版がテレビでやるんですよね、これ。めちゃめちゃびっくりじゃないですか。4月の1日しかも。4月の1日と8日、2週連続に上下に分かれて、鬼滅の刃遊郭潜入編。ね、遊郭潜入編。で、後編が鬼滅の刃遊郭決戦編。この、もう一個で気になるのが、決戦編がどこまでやるか。もう全部やっちゃうのか。まあ、多分やるのかな。やらなくてもさ、例えば、決戦編の一番最後の10、11話って、映画であるじゃないですか。今やってる映画で。あそこに、持ってくの可能性はありますよね。はい、続きは映画館でっていうのか、それでもいいと思うんですよ。僕、映画をちょっと撮っとくって意味においては。そこはわかんないんですけど、それも含めて、最後までやるんだっていうのがちょっとわかるから、わからないじゃないですか。最後までやるのか。まあ、多分やるから、だってここで途中で切って、続きは映画でって言ったらちょっとね、不親切なとこあるから、さすがに全部やるんだとは思いますけれども、ちょっと編集の仕方も特殊、なんかちょっと変えるのかもね、映画版と。そこの辺も含めて見どころですね。もう5回見ちゃってる私としてはちょっと見どころになってきます。で、いろいろ情報を言ってた中で僕またこうよくごっちゃになって、鬼滅の宴っていう鬼滅の祭りもあるんですよ、鬼滅祭。これは鬼滅の奏とはまた違って、鬼滅の奏は音楽。鬼滅の宴っていうのは、まあなんていうんですか、イベントなんですよ。朗読劇のイベントなんです。これが2022年にやってたらしくてですね、これが DVD ブルーレイになって2月に出たんですね。これが無限列車編で、3月の末に今度は遊郭編のそれが出るって感じで、もうそれもちょっと買おうかなと思ってるぐらい僕お金ないっすよ。ないけど別に僕毎日ベースブレッドしか食ってないんですよ。カロリーメイトとベース1日2食本当にベースブレッドなんですけれども、それぐらい節約してるっていうよりはもう特化してるんで、生き方が。だから別にそんなに苦じゃないっていうか、意外とお金がないけど、そんなね、パチンコに費やすんだったらそっち。ね、パチンコにみんなお金費やすでしょ。まあそんな感じで、鬼滅の刃僕、お客さんでね、居酒屋で働いてるんです。収録で働いてるんですけれども、お客さんでアニメとかゲーム好きな人にはもうガンガン喋りかけていくんですけれども、アニメ好きでやっぱこういろんなアニメが今あるじゃないですか。だから鬼滅の刃みたいな王道のやつはなかなかちょっと手つけてられないよみたいな人がいたんですけども、いや、鬼滅の刃絶対見た方がいいですよって勧めたら見てくれて、ガーって今追ってくれてる人がいらっしゃるんですけど、そのように、鬼滅の刃ファンね、ちょっとこれから鬼滅の刃ってブームがずっと続くじゃないですか。これまでの熱量のあるここまで熱量のある日本のコンテンツのアニメってなかなか出てこないはずなんです。だからちょっとこれは僕鬼滅の刃ファンとして、まあファンって言っちゃいますけれども、このね、なんかもう本当に幸せだった。僕そのアベマのテレビ見てて、いや、こんな幸せずっと続くかって思うぐらいちょっと幸せな時間過ごせるので、ぜひですね、鬼滅の刃、よかったらですねチェックしてみてください。まだ未チェックの方、もうほんと半信半疑でいいと思う。僕本当にずっと半信半疑で鬼滅の刃ずっと見てましたから、ずっと1回2回ぐらい挫折して、その第1期のね、20数話のこの神作画のとこで、おーってなったって感じだったんで、鬼滅の刃はおすすめでございます。大事なのは、いいねとチャンネル登録だ。ダメ沢直樹改め、かまどダメ次郎でした。